ピューラは、ペルー北西部、ピューラ県の県と、ピューラ川中流域に位置する。人口は48万4475人。ペルー北部の他の土地と同様に、ピューラ周辺には、トーレインズ、ヤングガスと呼ばれる、土着の部族が住んでいた。最終的にマッチック文化によって支配されるまで、組織を持たず、指導者もいなかった。これらの地域とマッチック文化が交わり、 ビカス文化へと発展した。数世紀後にピューラは少なくともスペイン人が到着する前の40年間はドゥパクインカイパンキの支配下に置かれていた。1532年にパナマから上陸したスペイン人の征服者フランシスコ・ピサロによって建設され、ペルーで最も早く建設されたヨーロッパ型の都市となった。 そして現在のピューラのメスチソやクリオーリオの文化が生まれた。メスチソの文化はスペインのエストレマデューラやアンダルシアの影響を受けていた。マダガスカルからの奴隷が連れて来られたことによるアフリカの影響や、関東から稲作をしたり、奴隷が行っていた労働を引き継ぐために移住してきたト東労働者や真珠を探したり、スペイン人馬術家と偽って、ラマやジプシーも流れ込んできた。 スペイン人は街をケチワ語で豊かを意味するピューラと名付けた。現在、ピューラは一年中暑いことにちなんでシウが出るエテルのカロールという俗称で知られている。ありがとうございます。